はい、始まりました。トウヤクチャンネル。私、VTuber 三岡店長です。よろしくお願いします。はい、この間ですね、誘引っていうね、作業をね、見ていただいたんですけどもね、今日早速ね、こう誘引が全部終わったので、こんな感じで終わったので、加水成形っていうね、作業を行っていきたいと思います。でね、もう若干こうね見てもらったらと思うんですけどね、こんな感じに、ね、する作業をちょっと見てもらおうと思います。で、まあ、ここなんですけど、もうこんな感じでピシッとこういらないところを落としていって、はい、じゃこんな感じですね。こんな感じでだいたい3センチから 3.5 センチを目安に電池を切っております。だいたいこれ一つがね、これ車っていうんですけど、これがね、だいたい8つ車を目安に残しております。で、この目印なんですけどね、開花したらジベレリンっていうね、処理をしますので、それをしたらね、こうプチッと取るような目印になります。店長はね、一発処理をしているので、目印は1個にしております。2回処理をする人はこう2つ残したりとかね、するんですけども、まあ農家さんね、とか地域によっていろいろやり方がね、異なるかなとは思います。はい、ではね、今日はこんな感じで、ブドウのね、加水成形っていうね、作業を、ご覧いただきました。本日はね、こんな感じで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。